南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬う、あえて傲慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに作仏することを埋めしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、御所をお持ちの方は、御所の1508、1508の後ろから3行目ね。その上殿は幼くお屋敷というところですね。それから次のページの3行目まで、読みますね。はい、じゃあ一緒に読みますね。上の殿御返事にのたまわく、その上殿は幼くお屋敷、こう親父は武士なりしかどもあながちにお家境を尊みたまいしかば臨終少年なりけるよし受けたまわりきその親の後を継がせたまいてまたこの境をご信用あれば、こう少量いかに草の陰にても、喜びおぼすらん。哀れ生きておわせばいかに嬉しかるべき、この境を保つ人々は、他人なれども同じ良善へ参り合わせたもなり、いかに言わんや、こう少量も殿も同じくお家境を信じさせたまえば、同じところに生まれさせたもべし、いかなれば他人は五六十までも親と同じ白がなる人もあり、我が若き身に親に早く遅れて教訓を設けたまわざらんと、御心の内押し明るこそ、涙も止まり空はね。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は春のお彼岸にあたりまして、御参詣の皆様方には日蓮大聖人様の仏法への信仰心を抱いて、大切な先祖代々個人の成仏を願い、ご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。この間の13日の時にも お話をしたんですけれども、何かこの一般世間ではお寺は死んだ人の係のように、この考えていまして、死んだ人も大事かもわかんないけれども、
生きている自分の生活の方が大事だから、この死んだ人のことよりも自分たちの生活の方を優先するという考え方とか、まあ今までにもありましたけれども、この日蓮召集は子供が生まれた時にしても七五三にしても、もちろん結婚式にしても全部このお寺で行うわけなんですけれども、結婚式をこのお寺でやるっていう時には、この信者さんのこの結婚する相手の人の方の家がですね、大反対をしまして、お寺で結婚式をするなんていうのはとんでもないことだと、お寺は葬式をするとこじゃないかというようなこの話が出ましてですね、それでまあいろいろとこのお寺に来ていただいて話し合いをしてですね、それで無事お寺で結婚式をしたということがありますけれども、そういうもう社会にですね、そういうお寺は葬式、神社や教会は結婚式というような、何かそういうような固定観念があるんですけれども、別にお寺は亡くなった人の係ではなくして、生きている人間の係もちゃんとしていますし、亡くなった人の係ではなくして生きていた人の供養、生きていた人のこのに対する教えもこのお寺はこの示していく、そういう場であるということをですね、よくこの考えて、そういう社会の固定観念に勘違いをされないようにしていただきたいというふうに思います。新型コロナウイルスのですね、世界的感染によって、皆さん方も家を出て、お寺へ参詣することに不安と心配を常に持たれていると思いますけれども、信心の心が薄れたり忘れたりすることがないようにですね、一人一人朝晩の権行お題目を自分の家のご本尊様にきちっと向き合って心を込めて、この不安な状況の中で信心とは自分にとってどういうもんなのか、命とはどういうもんなのかということをですね、コロナのこの感染以前よりも真剣に考えていただきたいというふうに思います。ここにお参りをする時もですね、自分の家から車でぴょっと人混みに触れないで来れる人もいますし、バスや電車に乗らなければいけないという人混みを通らなければならないという人もいますので、参詣をするしないということは皆さん方のご判断にお任せしますけれども、ここで法要をすると、例えばここはまあ必ず1時から法要するわけですけれども、お参りができないという時には必ず同じ時間に家でご本尊様に向かってお参りをしていただきたいというふうに思います。でこのような時代を経験してですね、改めて私たちは全ての命のつながりを良くも悪くも痛いほど感じています。このつながりがあるからこそですね、その感染が広がっていくということが、この世界的にこのつながっているということがよくわかるわけであります。でそういうことがこのコロナの感染というこの問題になったときにですね、その人間同士が信じ合いたいのにこの憎しみ合う、みんなで分け合った方が喜びも大きいのに自分だけの利益を追求し他人を蔑む、
自分を支えてくれている人を軽蔑し差別し、弱い者として踏みつけ虐待をして否定し、つながりを切ろうとする。自分を絶対者として奥さんや子供を家来や奴隷のように従っていればいいように扱い、怒鳴り暴力を振る。こういう事件問題がお互いが自己中心でイライラして、世界中で弱い者いじめが起こっています。コロナを引き金にして現代の人間の心の病が吹き出ているような感じがします。こういう時こそ日蓮大聖人の示されたところの、すべての命は平等で、すべての命に仏の命が備わり、すべての命が成仏することができるという、それが南無法蓮華経の法であるという、本当の自由と平等と救いと安心の法を大切にしていかなければいけないというふうに思うわけであります。日蓮大聖人様は、心の師となるとも心を師とせざれというふうに示されています。自己中心でなく、南無法蓮華経の法を中心に自分を客観的に見ていかなければいけない。南無法蓮華経を師と仰がなければいけない。欠点だらけの自分を中心に、自分を師匠だと自信を持って思い込んで生きてはいけないということを教えられています。まさしく今の世の中がヒステリックになっている時に、この心の師とはなるとも心を師とせざれの南無法蓮華経を根本として生きなければいけない。南無法蓮華経と唱えているだけではなく、南無法蓮華経を実行する生き方をしなければいけないというふうに思うのであります。どうか世の中の情報だけに右往左往しないで、しっかり南無法蓮華経の命を中心に心生き方を定めていってもらいたいというふうに存ずる次第であります。さて、それでは最初にお読みしたところの日蓮大聖人様の上野殿御返事のお手紙のお話を申し上げて、本日のお彼岸の先祖個人の追善供養の大切さを少しでも深く考え感じていただければありがたいと存じます。現在の静岡県の大石寺の土地は、身延の民部二公と領主の萩井実長の日蓮大聖人の教えからどんどん変質して、法華経を根本とする信仰から世の中に迎合して何でも拝むという方々容認の行動に対して、日光聖人は注意し説明し説得しますが、二人の行動はとどまるどころか、どん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 間違った方向にエスカレートしていきます。日光聖人は何としても方々限界の日蓮大聖人の法を守り伝えなければいけない。このまま萩井実長の領地である身延に住み続け、方々を改めることを萩井実長がしないで、どんどんひどくなっていく状態の中で生活するということは、方々の供養を受けていることと同じになってしまうと考え、どこであっても方々限界の信心が貫けるふさわしいところへ身延を離れて移ろうと考え、あつあら法難の中、方々限界の信心を貫いた富士地域の中心信者南條時光さんを頼りとして、その荒涼とした田畑にも使えない大石ヶ原といわれる原野を開拓し、大杉寺の礎を日目聖人とともにご信者さんの力を得て作ったのであります。つまり大杉寺は
方々玄界のために作られたお寺なのであります。今大石寺は方々にまみれてしまっていますが、私たちは大石寺という場所や歴史ではなくして、日光上人の伊豆国でも上人の恩義を立て参らせんの、上人の恩義を立て貫くことこそが日蓮聖宗の本当の信心であり、本当の使命と責任であり、その中に成仏があるということを日光上人は私たちに教え残されたわけであります。この南條時光さんのお父さんが南條兵衛七郎で、病弱で若くして亡くなります。その南條兵衛七郎、父親が亡くなった時、時光さんは7歳の幼子でした。それも長男は以前に水の事故で亡くなり、時光さんは次男の立場から長男の僧侶、後継ぎの大黒柱としての責任を果たさなければならない。泣いているわけにはいかない。一族、家来、領民の命運がすべて時光さんの肩にかかっているという状態になります。後を継がなければたくさんの人々が路頭に迷うことになる。お母さんが後ろ盾になり、時光さんを一人前に育て、いろいろな経験を大人に肩を並べさせて行います。そしてその心の中心となる信仰者としても一人前に育てていくのであります。お父さんの南條兵衛七郎とお母さんの間には5男4女9人の子供がいました。この兄弟も人間として信仰者として一人前に育て、南條時光さん自身も結婚し所帯を持ち、9男4女13人の子宝に恵まれ、この子供たちも人間として信仰者として一人前に育てていくのであります。話を戻しますけれども、お父さんが亡くなった時に時光さんは7歳だった。父親は武士として幕府に仕える身、幕府は日蓮を殺そうとするほど憎み、日蓮の信仰している者にも嫌がらせ差別をする。そのことを承知の上で武士としての出世や家名を挙げ裕福な生活をするという考えを捨てて、ただひたすら法華経の行者として成仏を目指す信仰を第一に考え、武士を第二としてその生き方というものを実行したのであります。父親の南條兵衛七郎は亡くなる前、親族から責められ、日蓮大聖人の信仰を捨てて昔の南無阿弥陀仏の念仏の信仰に戻ろうとします。しかし奥さんが身延の日蓮大聖人様へ、主人がこの信仰をやめようとしているとの手紙を送ります。その手紙を受けて日蓮大聖人様が改めて、念仏は無間地獄、禅宗は座禅によって悟りが得られるという、凡夫が凡夫の知恵で成仏するなどという天魔の教えであり、真言宗は釈尊よりも大日如来の方が偉いとの主張で、仏の序列もわきまえない亡国の教えである。立宗は戒律を守り、迷いの心を全部なくしたら仏になれるという凡夫の命の本質というものが分かっていない、国賊の教えであるということを改めて説明し、あなたはこれらのことを正しく理解をし、法華経の教えだけが
一切至上平等成仏の教えであるということを納得して鎌倉において入信し、上野の地に一粒種として反対の嵐の中今まで信仰を貫いてきた、そのことを今一度思い出してもらいたいという内容のお手紙をいただいて、正気を取り戻して改めて法華経の行者として信仰を貫き亡くなられたわけであります。さぞこの父が生きていたならば、時光さんはたくさんのことを人間として学び話をすることができただろうと。しかし亡くなった父もさぞ信仰者として武士として一人前になった時光さんを見て草葉の陰から喜んでいるだろう。この法華経を保つ人は他人であっても南無法蓮華経の真実の法を悟ったすべての仏が集う領受線へ行くことができる。ましてや身内として法華経の信仰を法統相続したものであるならば、父として血のつながったものである以前に、血よりも濃い南無法蓮華経の命として父に領受線で会うことができるということを示されているのであります。私たちが拝んでいるところのご本尊様、この日蓮大聖人様が表されたところのご本尊様は、領受線の姿を文字に表しているこの姿であります。南無法蓮華経の法を中心にして、すべての仏菩薩というものがこの南無法蓮華経の説法の場に集まっている姿、これを領受線の姿をこのご本尊様というものが表されているわけであります。ですから南無法蓮華経の法を信じてその生涯というものを貫いた人は、必ずみんな全ての仏と同じこの領受線、ご本尊様の中にこの私たちの命というものが収まるのであるということを、この大聖人様はこの示されているわけであります。どうか自分を産み育ててくれた大切な人たちの成仏の成仏を願うことのできる法というものは、この南無法蓮華経の法華経しかないのであります。法華経にしかそのことを説かれていないのであります。他の教えは阿弥陀如来に任せなさいとか、大日如来に任せなさいと、任せなさいということは書いてありますけれども、任したらどうなるのかということは何も書いてありません。南無法蓮華経の法は、先ほども申し上げたように、すべての命にこの南無法蓮華経の仏の命というものが平等に備わっていて、誰でも仏になる資格というものがある。南無法蓮華経の信心修行のその道理にかなって必ず仏になることができるということが説かれている唯一の教えが、この法華経の南無法蓮華経の教えであります。ですから南無法蓮華経のお題目を唱え、法音感謝の心の大切さを感じることのできる、その信心を実行していただくようにお願いを申し上げて、このお彼岸でのお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。